こんばんは。やっほー。うん。寂しい寂しい。村瀬人さんありがとう。よしさんありがとう。めっちゃのセットは全力で目を見る。本当に嬉しい。キヤちゃんを見てください。今日は今から予定があるので準備をしながらになりまっしゅ。なりまっしゅ。今からちょっとね予定があるのでそれをしながらその準備をしながらになりまっしゅ。すいません。まいひなさんありがとう。中くんの駄菓子屋なんてタンタンにシャミバミレチャンチャンよチョチャチョに、などうだっけ忘れちゃった。覚えてない。捨てちゃった。分かるまで考えよ。結局一番いいのねねどっち。まいひなさんありがとう。ラリハットさんありがとう。クリミありがとう。りょうさんありがとう。吉宗さんありがとう。ありがとう。スタイプレール会いましょう。ラピチナさんありがとう。チョークの流し屋さん、そうそうそう、インポーさんありがとう。クニシカさんありがとう。イピンさんありがとう。おらん中できてる。本当にチェクソンさんありがとう。ヨシミネさんありがとう。ニヒさんありがとう。今回のキャンペーン頑張ってるのでぜひよかったら応援お願いします。ハローさんありがとう。ニヒさんありがとう。ちょっと準備しながらになるんだけどごめんね。アナピありがとう。ニヒさんありがとう。マスタさんありがとう。クマちゃんある方はよかったらクマちゃんをこうやっていっぱいにしてくれると画面にいっぱいにしてくれると嬉しいです。いちごミルクさん、ひろしさんありがとう。準備所属してくれるけん何それ。りょうさんありがとう。よかったらクマちゃんで応援お願いします。キャンペーン頑張ります。今回くまちゃん欲しいです。 JPS さんありがとう。アナピありがとう。今もしかしてくまちゃん持ってる方はよかったらくまちゃんで応援してくれたら嬉しいです。くまちゃんとか今回のキャンペーンの対象ギフトで応援してくれたら嬉しいです。タカさん、ハルさん、ヤシミネさんありがとう。よいしょ。それじゃあちょっと準備しながらに しながらちょっとしていきます。サシスセソさん、くまちゃん、コナンさんありがとう。今日も会ありがとう。中学の駄菓子ね TikTok でやったら出てくると思う。りょうさんありがとう。ちょっと準備しながらやっていきます。何をしようとしたんだっけ。ヒーターの部屋のガス止められました。そうなの。ヒーター払ってないってことですか。リッチーさんありがとう。お団子さんありがとう。こうちゃんみたいな飲み物本当にクマっぽいですか。リチさんありがとう。少ないけどいや全然嬉しいですよ。リチさんありがとう。それじゃあちょっと準備していきます。よいしょ。まずはニヒさんありがとう。ダンゴさんありがとう。どこ行くの言えません。頑張ってね。頑張ることじゃないけどね。全然頑張ることではないです。だからお風呂はヒーちゃんに借りてます。そうなの。情けない。情けない。最年長情けない。え、ありがとう。かわいい風船。3期の中の最年長なのに引いたん。情けない。こんばんは。バリカーイ嬉しい。
日光さんありがとう、くまちゃん、りょうさんありがとう。何これ、なんて書いてんだろう、わかんないけどありがとう。今回の前回のキャンペーンは達成できなかったから今回のキャンペーン達成したいです。もう STU にいるうちで、ショールームやっていくうちでさ、何回キャンペーン達成できるかわかんないし、あと何回キャンペーンあるかわかんないので、よかったら応援お願いします。ビクノ行くのね、ビクノも行きません。今日はアイドルスター楽しかった、レースいっぱい、あー頑張ったんですよ、ミリス。今回この前ひーちゃんもガス止められてました。え、情けないでもね、多分ミューはまだ一人暮らししたことないから難しさが分かんないんですけど、多分相当さ、請求っていうのかな、支払いか、大変そうだよね。団子さんありがとう。いや、明日からダイエットしないといけないんですよ、予定立てててダイエットので、明日からダイエットするって決めてるんですね。でも絶対できない、もうやだ。こんな感じで入れてるんですよ、あのこれはあれなんですけど、サプリなんですけど、サプリを入れるのと、サプリをちゃんと毎日飲むのと、あとちゃんと毎日あの水をめっちゃ飲む、ジュースが大好きなんですよ。お菓子よりジュースの方が好きで、ジュースめっちゃ飲んじゃうんだけど、ジュースやめて明日からは水にし頑張ってして、今日まではいいんですよ、今日までいいけど明日から水にして、サプリちゃんと毎日飲んで、ご飯をちょっと食べるもの変えていかないといけない。明日から今日は無理、明日月曜日だから明日からやっていこうと思って、通わせた先輩のレス楽しみにしてる、本当に。だから今日はビッグダン食べるんですね。食べないって今日は食べません。プチトマトさんありがとう、くまちゃん、なるほど、そうでしょ、水にするのは飲みたくない。水嫌いなんですか、水美味しくない、美味しくないか、いや水なんか味がないのが苦手なのだから、ジュース飲んでるんだけど、でもジュースで結構ね決まってくるからね、やめとこうと思って、とりあえず3日間ダイエット頑張って、そう、なんかレベル高く目標を立てすぎたら無理ってことに気づいたから、とりあえず1回ね、1週間は行かずに3日で1回ダイエットやってみて、無理ってなったらやめるけど、いけるなって思ったら再開し、そのまま続けようと思います。グレープジュース、オレンジジュース、プリナップジュース、通気が好き。そうなんだ、みはリンゴジュースが好きです。一番リンゴジュースが好きで、その次にコーラとか炭酸系が好きです。チョコチップのアイス食べちゃう、マジアイスうまいよね、最近アイス中毒、ゼロコーラにします。え、そう、でもなんかコーラゼロとか言うけどさ、コーラには変わりないじゃん、カロリーないとか言うけどさ、あるかなと思っちゃってさ、てかコーラって言葉がね、もうミオはダメなので、コーラもなしにします、水だけにする、ガチ水だけにする。スバルありがとう。グレープジュースが一番美味しいと思う、まあそりゃそう、リンゴジュースが一番ミオは好きです。ペニシカさんありがとう、プチトマトさんありがとう、ダンゴさんありがとう、アナピありがとう。最初はタイミングが来て助かりました、本当に。見て、爪割れてんだよね、めっちゃ痛い、最近これでこうやって削ってるんですよ。だから配信中こうやってなんかカリカリしてる音、こうなんかこうやって擦ってる音聞こえたら、あ、ミーポン今爪削ってんだなって思ってください。よしさんありがとう、かなり激怒する、激怒しちゃうかも。あ、皆さんが一番なんて言うんだろうどうなるのって思ってることを言うんですけど、ビスイベントに参加してたじゃないですか私で、
決勝に行くことが決まってて、雑誌に載ることも決まってたんですけど、決勝にはもう活動辞退発表したから決勝には行かずに、もうその雑誌に載るときは活動 STU にはいないんですけど、けど雑誌には載るっていう形、最終は2位で終わったよっていう形にマネージャーさんと話してそういうするよってなったのでなりました。ひろしさんありがとう。一日一杯だけって感じだったのかな。どうなんだろう。でもそれ甘えちゃってるくない。かごさんありがとう。このとさあとする本当にグレープファンタうまい。わかる。ファンタミュー一時期大好きでずっと飲んでたんですけど、なんかファンタ飲まなくなった。急になんかあったら飲むけどぐらい、頻繁に飲まなくなっちゃった。お団子さんありがとう。マジっけ、何か書いてない。あ、確かにみーは最初さ、この音さみんなに聞こえてないのかなと思ったけどさ、あの配信でさ、なんか何してんのって言われて、あ、聞こえてたと思って。あつぼん、あつぼん、かごみありがとう。そう だけど決勝はいけないし、あんなにみんなとみゆでめっちゃ頑張ってくれたのにめっちゃ申し訳ない気持ちでいっぱいだけど、なんか発表はもうしちゃったから決勝にはいけないんだけど、でも雑誌にはその時には雑誌の時にはいないんだけど載せていただくことになったから、すいません。なので2月号かな、ビスの2月号ぜひゲットしてください。ランズさんありがとう。私には乗れる、決勝にはそうなります。なんか運営さん、マネージャーさんと話して、なんかもう発表してるのに今から決勝ってなったらファンの皆さんにも申し訳なくなっちゃうし、活動的になんかもうマネージャーさんと話して最後の活動日結構決まってきてて、だからそれなのに決勝すぐそれでってなったら申し訳ないから、すいません。明日ブラソワー誘えたらどうすんの。え、行かない、さすがにごめんってことはあるかな。聞こえてた、申し訳ない。嬉しかったでしょとか、嬉しい。自分はもともとさ、なんだろう、そういう運動系のお仕事と雑誌系のお仕事っていうのが、モデル系雑誌とかに乗りたいっていう思いがあったのですごく嬉しいです。なんかウォーカーイベントの時になんか上位ではなかったんだけど、雑誌ウォーカーに参加した人は雑誌に乗れるってなって、みーもちょっとだけね乗ってたんですけど、その時の撮影がすごく楽しくて、どういう表示したら可愛いかなとか写りとかも見せてもらって、え、可愛いって自分で思うぐらいなんか楽しくて、めっちゃだからめっちゃやりたいと思ってて嬉しいです。それをそうなってから嬉しいです。ビスカ、嬉しい、ありがとう、ごめんね。決勝に本当にみんなが導いてくれて、しかも2位っていう結果で最後終われて、絶対に行きたいって思ってたし、決勝なんか他の3枠目2枠目見ててめっちゃすごいなって圧倒されてた、はわはってなってたんだけど、でも決勝絶対頑張ろうってやるからにはって思ってたんだけど、しかも STU でミユだけだから行ってたの決勝に、
もう頑張るしかないって思ったんですけど、こういう発表になって、こうやって雑誌には載れるけど決勝行けないってなって、本当にみんなにも申し訳ないし、すごくファンの皆さんが一番近くでさ支えてくれてたから、決勝の時から、決勝じゃない予選の時から、だから本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ごめんなさい。加賀さんありがとう、吉宗さん、蟹鹿さん、奈良倉さんありがとう。だからこういうさキャンペーンとか、もうイベントは出ないんだけど、キャンペーンとかティクッタ、ショールームのキャンペーンをちょっと最後まで、なんか今までさ結構ずっとじゃないけど、まあクリアっていうか、なんだろう、達成できなかったキャンペーンもあるんですけど、ほとんど全部こうやって達成できるようにファンの皆さんと一体になって頑張ってきてたから、最後までキャンペーンは頑張りたいなって思うし、なんかファンのみんなが面白いって思ってくれないと、なんか配信って見る気にもなんないと思うから、みんなが見てて面白いなって思ってもらえる配信をして、それで応援したいなって思ってもらえるように、最後まで配信は頑張ります。なんか最近みんな結構みんな毎日配信頑張ってて、でも自分は最近とかじゃなくても556日前からずっと続けてきたことだから、これは最後まで責任を持って頑張るから、そのなんか30日とかじゃなくて556日っていうみんの中では頑張ったっていうか、初日からじゃないけど加入してすぐずっと頑張ってきたことだから、もう無理ってなりそうな時とか体調悪い時でも、チケットがなくて頑張っ、チケットなくても頑張って継続してきたことだから、配信だけは最後まで自分の強みだって思ってるから頑張ります。配信はアナピありがとう、奈良倉さんありがとう。それじゃあそろそろ配信終わろうかな。めっちゃ顔立ち綺麗、本当に。ひろしさんありがとう、にしぴーさんありがとう。レンズ配信もうすぐ中、そうなんですよ、600日はいかないと思うんだけど、まあ楽しかったから、楽しかったからっていうか、もう556日だから、あとどんぐらいなのか分かんないんですけど、最後の日までみんな頑張るので、よかったら最後の日までね、もうあと手で数える、まあ指で数えるぐらいしかないかもしれないから、もうお仕事とか学校とか皆さん忙しいと思うんですけど、できれば配信なるべく見に来てくれたら嬉しいです。毎日みんなが面白いなとか、あ癒しになるなとかって思ってもらえるような配信頑張るので、見に来てください。ふるさんありがとう。人の前に出るお仕事はしないの、もうしないの、うん、まだわかんないです、何も考えてない。リッチさんありがとう、アルプスの牧場さんありがとう、せいさんありがとう、ニシピーさんかわいいありがとう、ミキヤくんハートありがとう。それじゃあそろそろ終わります。オナピーありがとう、アイレさんありがとう、ヒロシさんありがとう。私はまた見たくなる、そう、もうまた、もうまたまだ見たいよとか、また見たいな、面白いなって思ってもらえるような配信を目標にしてたので、柏木さん、アルプスの牧場さんありがとう、コジさんありがとう、アスカさんありがとう。それじゃあ配信を終わります。13位奈良倉さん、12位蟹鹿さん、11位ポヨセイジンさん、10位リッチーさん、9位ひろしさん、8位スバル、7位吉宗さん、6位まゆひなさん、5位にしさん、4位かごぴん、3位プチトマトさん、2位オナピー、1位はりょうさんでした。配信見に来てくれてありがとう。また明日も配信見に来てください。それじゃあバイバーイ。